愛称はコスモくん。船橋市東町にあるプラネタリウム館で満天の星空を投影してきた名機が今年の11月いっぱいでその役目を終えました。あちこちのプラネタみんなデジタル式になってますけど、機械式で最後だっていうんで来ました。よく子供と一緒に来た思い出があります。昔ながらの機械がいいなと思って。宇宙へのロマンを感じさせてくれた船橋市プラネタリウム館のコスモくんの姿を届けます。県内最大級の規模を誇るプラネタリウム館は一般向けとキッズ向けの投影を行い、年齢に合わせて楽しむことができます。また市内の保育園や幼稚園、小学校の校外学習として天体を学ぶなど、これまでおよそ86万人が訪れる人気スポットの一つです。引退を前に行われた投影機コスモくんの卒業式イベントをスタッフやゆかりのある人たちのメッセージなどを交えてお伝えします。先月18日、1番から10番の方ご案内いたします。はい、ありがとうございます。昭和62年にプラネタリウム館が開館して以来36年間稼働し、コスモくんの愛称で親しまれてきた GNAT 型投影機の卒業式が行われます。プラネタリウム館の歴史はコスモくんの歴史でもあると思います。コスモくんのこの暖かい星空っていうのは、唯一無二なところがありますので、ぜひそういったところをですね、最後皆さんに見て感じてですね、思い出として残してほしいなというふうに思いました。 GNAT 型投影機は昭和56年以降全国で5台生産されましたが、現役で稼働しているのはコスモくんだけとなりました。生産から30年以上が経過し、修理に必要な部品の調達が困難なことから惜しまれながらも引退となりました。最後の別れを告げようと集まった人の中に、宇宙のアイテムを身にまとった女の子がいます。ここに取材させてもらって、その記事を書くみたいなのがあって、それをこのプラネタリウムのコスモくんについてやりました。今年、市の魅力を子ども目線で発信する子ども記者に選ばれ、コスモくんを取材したという小学6年生です。宇宙に興味を持ち、コスモくんが映し出す星空に魅了されたといいます。36年っていう長い間活躍してきたので、私よりも長い時間なので、やっぱりすごいなって思いました。宇宙飛行士になって人類に役立つ実験とか活動をしていきたいと思います。この三角は夏に見える大きな三角、夏の大三角です。投影の見どころは解説員による生解説です。その日に見える恒星や惑星の魅力をコスモくんとともに分かりやすく伝えてくれます。日々私たちがやっていることが誰かの心に、なんていうんですかね、残っていて、それでなんかまた新たな、そういう宇宙飛行士になりたいですとか、星がすごい大好きになったよとか、そういうふうに広がっていくのはすごく嬉しいことですね。みんなのね、愛されるコスモくん、ずっと心の中に残っていくと思いますので、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。船橋市がプラネタリウム館で定期的にイベントを開催するなど、天文教育に積極的に取り組んでいることが評価され、2018年宇宙に輝く小惑星に国際天文学連合から船橋と命名されました。ね、ここどうなってるんだろうって気になるでしょ、ね、見てくださいね。では最初にこれを決めましょうか。卒業式では普段見られない解説員が操作している手元の中継や、
プラネタリウム館が誕生した当時の様子を紹介するなど、36年間の歴史を振り返りました。私はハルキウプラネタリウムで働いていた。このドームは1階だけ解説員です。ウクライナから日本に避難してきたオレナさんは、母国のプラネタリウムで解説員を務めた経験を持ち、このプラネタリウム館でも一度解説したことがあることから、卒業式でもウクライナ語での解説が披露されました。Вега – це одна із найяскравіших зір Сузір'я Ліри і п'ята за яскравістю зоря на нічному небі. Цю зорю та нашу сонячну систему розділяють 25 світлових років, що робить її однією з найближчих до нашого сонця зір. Кьова хонтені арігато замешта, тут ми рішкати десь. プラネタリウム館とともに歴史を歩んできたコスモ君は、たくさんの思い出を残しながら新しい投影機へとバトンを渡します。4000万個の星々をですね、映すことができる投影機に変わります。でまた座席等もですね、新しくなっていきますので、またそういった意味で楽しんでいただけるようなプラネタリウム館に生まれ変わる、と思います。コスモ君は引退後も展示ホールでその姿が見られるそうです。そしてプラネタリウム館は来年度中にリニューアルオープンする予定です。新しく映し出される星空が楽しみですね。続いては市内で活動する市民団体が集まる船橋市民活動フェアの様子をお伝えします。バン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 と叩く。健康的な体づくりを体験する人たち、市民団体による実演です。今月2日と3日の2日間、フェイスビルにあるキララホールと市民活動サポートセンターを会場に、船橋市民活動フェアが開催されました。コロナで失われてしまった市民活動団体と一般市民の間のつながりをもっとね、直接的にリアルに結びつけるようなことを目的にしてフェアをやっています。福祉や環境問題、教育などで活動する71団体と市内5つの企業が参加して、パネル展示やブースを出展し、活動内容を紹介していました。野良猫から起こるさまざまな問題を住民の理解と協力のもとで解決しているのが NPO 法人船橋地域猫活動です。野良猫がいても構わないよって地域では別にそれでいいんですけど、やっぱりいて困るなっていう方々のところでは、やっぱりトラブルをなくして野良猫を少しずつでも減らしていくということを目標としています。公民館や小学校で出前講座を開くなど、地球温暖化防止の啓発活動をしているアースドクター船橋は、来場者に食品ロスの取り組みについてクイズを出しながら呼びかけていました。賞味期限は美味しく食べられる期限、こっちの方が正しいんですね。少しでも温暖化が防止できるような、そういう啓発活動と来年も続けて取り組んでいきたいなというふうには思っております。ホームスタートシュッポッポは、家事の手伝いなど訪問型の子育てを支援しています。お子さんと一緒に買い物に行ったり、家事をしたいっていうのを一緒に活動するっていうことをやっています。これからもうとても必要なボランティアの団体だと思っていますので、ぜひ皆さんに知ってもらいたいと思います。市民団体による活動は船橋のまちづくりを支えています。社会課題とか、地域課題がある中で、行政だけでは解決できない範囲があります。そういったところに市民活動団体さんであったり、市民の方に解決していただくという意味でも、市民参加の必要性があるというふうに考えております。子どもたちが
たくさん楽しそうなブースがあったので見せていただいてました。フードバンクのこととか教えてもらったり、鍋帽子のクイズやったり、このこういうのもらったりしたの、自分も将来やりたいなって思う。それでは、千葉スカイセールズの皆さんのトークショーを始めさせていただきたいと思います。トークショーのゲストとして登場したのは、千葉県で初の独立リーグ球団で船橋を拠点に活動している千葉スカイセーラーズの早坂監督と、船橋出身でヤクルトスワローズで活躍する長岡秀樹選手の兄である長岡達磨選手を含めた3人の選手たちです。市民の方たちと触れ合う時間を、大切にしていきたいなと、微力ながら応援させていただきたいなというふうに思います。トークショーでは来場者からの質問に笑顔で答えていました。投票曲ってどうやって決めてるんですか？よく聴いてる歌を出しただけで、はい、あんまりしっかりそういう思いとかがあってっていうのはなかったです。食べることで大変ご苦労があると思うんですけれども、お母様なり奥様なりに感謝の言葉を一言ずついかがでしょうか？お母さんの料理を食べて今72キロまで10キロ増えたので、本当にお母さん感謝します。市民活動団体と交流する機会があったという長岡選手は、地域猫活動を通じて体感したことを話しました。本当に猫を第一で考えている活動だなというふうに思いまして、本当にそういった活動が皆さんの頭の片隅に少しでも入ればなと思います。続いて行われたのは、経済アナリストの森永康平さんを講師に迎えての基調講演です。みんなが豊かになる日本を作るにはをテーマに、近年の消費動向や税金についてイラストを用いて分かりやすく解説しました。王様がこの中からお金をどんどん回収していくんです。回収していくとお金の量がまた戻っていくんで、物価が落ち着くわけで。日頃の活動を実演するステージで歌を響かせたのは、2002年にママ友達で結成したゴスペルマムズです。たくさんの市民活動に触れることのできた船橋市民活動フェア。船橋の市民力が街づくりに欠かせない存在になっていることを感じる機会となりました。毎日日常的にやってることの延長線で全然構わないので、みんなと一緒に何かに一歩踏み出していけるっていう、そういうきっかけを作っていただきたいですし、やっぱりアイラブ地元っていう人が船橋は非常に多いですから、そういう気持ちが何かこう一歩踏み出す行動につながれればいいなと思っています。今月から市民活動ボランティアスタートアップが始まり、参加した人たちに証明書を発行しています。詳しくは船橋市民力発見サイトで紹介していますので、興味のある活動に参加してみてはいかがでしょうか。最後にお知らせです。